はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は9月5日木曜日19時44分です。i ビデオの、えー、期日前に返却したのに、一度延長を引き落としされて、連絡も返事も来ないというね、えー、この動画をアップしました。i、ね、ビデオに物を返したのに、あの延長料金が自動で引き落とされている、ね。納得できないよという方のコメントを 大動画にしましたでこれにね、えーまあ、ちょっと何件かコメントが来ているので、えー、全員紹介したいと思います。えー、っとまず一人目ね、えー、っとフランケルさん。えー、っと最近はいろいろな問題があるので i ビデオは利用していませんが。 ある時期に SIM フリー端末用の SIM とリオン z t の SIM を借りていて SIM フリー端末用の SIM だけ延長してンマリオン z t の SIM は返却したかったのですが i ビデオのホームページから延長手続きをしようとしたら2つとも延長手続きされるようになっていたのでその内容を i ビデオにメールで連絡したらすぐに対応してくれましたよ おじいの言うように輸送トラブルも考えられるので気になることがある場合は待っているのではなく自分から積極的に何回も連絡して動いた方がいいと思います。ということでね、署ではね、本当はね、来ない来ない来ない、返事来ないじゃね、何も進まないからね。 えっと、まぁ、あ、ちょっとね、便乗組です。ね、藤田さん。えー、カレーダーの人柱報告、えー、84ダウンね、ね8アップ出ました。ピークタイム4ですがー、ってことでね、まあ一応、あのー、いい時八84出るってことはね、ありがとうございます。はい、次はね、えー、っと、岡田さんです。あ、この本人だね。うん、はい、えー、っと、元気なおじい様、動画に取り上げてもらってありがとうございます。えー、ちゃんと送られてきたレーターパックで返送して、アイビデオに届いていることは確認済みです。 あと、アイビデオの方に解約することを伝えてなかったです。えー、返却すれば解約できると思ってました。通常そうなんだけどね、ここはね。えー、書き込みの後にメールが届いてて、えー、延長料金はあキャンセルしてもらうことになったんですかあね。であの書き込みの後にメールが届いてってことはね、だから、来ないよってまあ1日、1日ぐらいしか待たなかったのかな、多分ね。 えっと延長料金はキャンセルしてもらえることになったのですがねえっと SIM が届いてないらしく探してもらえなかったのことでしたえ封筒に入れてからレターパックにで送ったのですがとりあえず紛失投票を出して SIM の弁償という形にしようと思いますえ関係者の文書にしようと思って短めの投稿にしたのですが自分の思っていることを正確に伝えるのは難しいですねいろいろ勉強になりましたありがとうございますということだよね、はい まああの中ねでも通常はあの封筒に入れてからっていうかあの透明のやつにシムピンと一緒に刺さってね届いてるんで処理に元に戻していればまあ分かりそうなもんなんだけど封筒は封筒っていうかあ,のあれかな通常だとそのバッグの中に透明のやつが入ってるんだけどね。 まあ状況によってはバックしかないんだよね。うん、まあ一応、あの、講義の連絡はした方がね、いいと思います。はい、えー、っと、ま子さん。i ビデオ6月初旬に解約、えー。返金処理を電話したのに、いまだに返金処理されないので、週末、浅草へ乗り込みに行く予定です。ってことだよね。ああ、もうまたね、あの結果報告待っております。ね、はい、えー、っと、次はね。 ね、まあ、でもあの確かこのマッコさんのやつて当時取り上げたよねこれね返金処理をしてくれるってあのねあんだけガイ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 言ってあ,のあれじゃないっけあの拒否された人だっけこれ <laughs> だよねでいまだに返金処理だ結局意識なんだねやっぱねそういえばそうだよね。 はい,かい,かいさん、ね、お,じいお疲れ様ですすみません、私もでした。8月26日にサンマリオン z t を返却しましたが、こちらのコメントを見て不安になり、今日自分の履歴を確認しました。私はサンマリオン z t シムのみで借りて、途中、近しきということで交換させられたのです。前のシムは破棄するように言われました。 え履歴ではサムリオン ZT の欄が2つあり、一方は返却完了してましたが、もう1つは継続中になっており、案の定請求メールも来ました。納得いかないので、鬼のように講義のメールをしたら分かってもらえたようでキャンセルしてもらいました。この投稿で救われました。ありがとうってことでね。あ開会者よかったね、本当ね。この動画がなかったらね、自分のページをね、マイページ見ることもなくてね、アカウントね。 で知らない間にね、毎月毎月引き落とされてたってことになるよね。いや、ほんとね、あの、1件あるってことは、絶対にね、2件、3件ってね、続くんだよ、絶対ね。こういうことってね。あの、もう、味しめちゃったらね、これやるから、わざと、本当ね。はい、次はね、太郎さん。おじいさん。 当方もいろんなプランで4件レンタルしていましたが、解約が基本電話のみであることがネックでした。その上、樽る系のいい加減なその場主義の前市場説明に嫌気がさし、契約の要領を守れないことが多々あるので、解約に至りました。現在は安心もな300ギガ、100ギガと、おとちんかん100ギガと、カレンダー数枚を家族、親戚、友人で使っています。 枕を高くして眠れるモナさんありがとうカレンダーさんよろしくややギャンブル冒険のとんちんン,ン,ン心配は絶えませんがおしいのを顔を食べて使ってみましょうということでねはい、えー、そんな感じでねえー、とアイビリオ本当にこの若、ま、い、あ、会,会者のねこの例もあるように本当ねあの気がつかないだけでねあの引き落としされてしまってるということもね、まあ、結構多々あるので。 あのえっと思ったら、アイビデオを借りたことがある人は、マイページをねぜひ確認してみてください。まあ、その前にねあの請求メールが来ると思うんだよね、まあ、大体あの気がつかないことはないとは思うんだけどね、うん、でも,でもまああのむかつくよね、本当ね、文句を言わないと、ね、あの返金処理してくれないからね、そのまんまだからね、まあ、そういう今までこの何年間で、その本来はね、 あの商売としての収益じゃないインチキな収益って結構あるような気がするけどね,うんねはいそんなわけでねえ今回はこの辺にしたいと思います。最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました